はい皆さんどうも、MT です。センター試験が今週末に迫ってきまして、さよならセンター直前確認ナンバー1というわけで、えー、今週はですねずっとセンター試験の確認をしていきたいと思います。あまりですねあの、普段は解説のことを中心にやっているわけですけど、解くことを念頭に、パッと見ですね、何を方針に思いついて解くということを中心に、もうただそれだけで、他の別解とかはですねあまり気にせず、まあ、とりあえず答えを出すといいますか、まあ、本当に現実的になって解いていこうという趣旨ですので、えー、直前確認にもし用いてもらえればと思いまして、えー、やっていきたいと思います。では早速、丸一番なんですけど、 これ、えー、範囲がここで、こういうような3つの方程式、不等式を解きなさい。で、定義に充実にやっていきます。で、どっことを中心に考えるので、まあ、あまりこういうふうにや、あの、ベラベラべらべら喋らずやっていきたいと思うんですけど、これ、えー、サインというのは Y 座標ですね。単円周上の Y 座標で、こちらが X 座標で、つまりこれ Y コール X という式と対等になります。えー、単円周上で。そうすると、こことここというわけで、ここが45度45度なので、ルート二分の1、ルート2分の一のところだけというわけで、あと、ここもそうですね。従って、丸一番のカッコ1というのが、えっと、X としては、 えっと4分の π と4分の 5π という2つだけですね。こことここというわけですね。で2番、同じように考えると、sin x が cos より大きいということはこちら側ということですね。従って4分の π からイコールが含まれて4分の 5π まで。というのが括弧2番の答えです。で、括弧3番はどうかというと、sin y が x プラス1より大きいということですから、ここを通って傾き1の直線の上側というわけですから、えっと π から ごめんなさい、2分の π から π ということですね。というわけで、えー、丸1番終わりました。で、2つ目、これはですね、対称性に着目することが一番っ取取ればですね、3分の 2π、3分の 4π というふうに、3分の 2π ずれ、つまり、1周の3分の1と,3、えー、と、それの2倍ですね、足しているというわけで、これをセットに考えたりすると、とってもうまくいきますね。例えば、まあ、パッと思いつくのはどういうようなものかというと、sinθ、サインシー θ プラス s シー θ と置くと、ここの部分が、 i でで繋いあげると、この四式というのがですね、これとこれどっちも合わせて考えてみると Z プラス Z オメガつまりこれ1の3乗根ですねプラス Z オメガの2乗という式の実部と虚部になっていますですからこれ計算してあげると 1+ オメガオメガの2乗イコール0ですからこれ 1+ オメガオメガ2乗っていわゆる3乗根の1でない解ですからこれになりますなので実部と虚部それぞれ考えてみると従って括弧1は0括弧2も0ということになりますね というわけで、えーまあ、パパッとこんな風に解いてみてくださいというわけで今回は、まあ、なかなかですね早いかもしれないんですけどこんなふあな実践的にはこういう風に考えていていただきたいと思います他にもですね平面の中で靴座標外座標を対応させて、まあ、重心だと見るとかですねこれはまあいわゆる他の考え方としては合成とか考えて解くということもありますけれども本当にセンターというのは時間との勝負ですからこういう風にテキパキ解くことをお勧めしますというわけで明日のセンター対策もご覧くださいさよなら